はい。私もちょっとなんかネタをなんかないかなと思って考えたんですけど、あんまりなくて、ちょっと以前 Vmag で話したんだけど、あんまり具体的なものをまとめたことがなくて、社内だと結構使ってたりするんですけど、っていうのをまとめています。で、まあ簡単に言うと PowerCLI で、VX パートの方とかだと結構やってたりするのかなと思ったんですが、まあコンフィギュレーションマネージャーとか、まあ、あと、あんま私は使ったことないけど、スカイシーとか、ランスコープとしてキャットとか、ああいう感じでアプリケーションを配布するのを PowerCLI でやるというのをちょっと簡単に書いています。で、まあ PowerCLI でやると、まあ VSphere のライセンスはかかるんですけど、基本的には無償でいろんなことができるよということを書いていて、まあコマンドラインで、スクリプトを書けるとか、あと、まあ、ネット経由でアプリケーションを配布するというのが多いと思うんですが、せっかく VSphere なんで、イソでマウントしてやると、そういう転送もなくなるとかっていうところがメリットがあるとか、あとネットワーク的に隔離されてたり、まあ、外のネットワークにつながらなかったり、そもそもニック切れたりしても、パッチ配布とか、あとはインプレースアップグレードみたいなこともできるんで、うちらも結構これでやってたりするのがあります。で、まあ、PowerCLI って使ってる方はここには多いと思うんですけど、まあ、簡単に V センターに接続して、まあ、コマンドをかけるだとか、あとは ESX につないでっていうようなこともちょっと書いていたりというのを知っています。で、まあ、あんまり長書いてもあれかと思ったんで、細かいことはこっち見てねということで案内しています。うちだと結構 V モーションしたりとか、あとは ESX のパスワード変えたりとか、そういったことも結構パワーシルでやってたりしますね。で、まあ、はい、簡単に V センターにつないで、まあ、VM にISOマウントして、MS のパッチ、タスクスケジュールで当てるようなことをちょっと書いてます。で、まあ、あと、PowerCLI のインストールとかは、普通に自分でちょっと見てやってくださいという案内ですけど、あと、MS のパッチは、まあ、警備番号を検索して落とせるとか、そんなことが簡単にしてます。あと、スクリプトも、もう分かる人だろうということで、ちょっと簡単に書いてあったんですけど、まあ、サイレントで入れるようなことを書いていたり、あとは、タスクスケジュール設定も、まあ、コマンドでできるような。で、この辺を、うちだと結構、ISOの中に入れてしまって、で、これを、インボークで、その後、PowerCLIの方で実行するようなことを、この辺で、もうちょっとしたかな。どこだっけこの辺ですかね。まあ、だいぶ過ぎになった。まあ、インボックで実際叩いたりして、たくさんの仮想マシンにタスクスケジュールで設定して、不可分散するようなことを、まあ、実際にやってたりしてます。はい。で、あとは、何をどこまで使うんだっけ、ごめんなさい。はい。スクリプトをまあ、ISOでマウントしてやると結構、まあ、実行性も高くて便利だよということをちょっと書いてたりします。で、あとは、そうですね、ISOをまあ VMLS にアップロードするだとか、こんなことを書いてあったり。で、今回 UAC をちょっと無効化してやってはいるんですけど、実際会社だとこの無効有効もちょっとうまいことをやって、あんまりこうセキュリティ的にリスクがないようにやってるんですが、ちょっと細かく書きすぎると、長くなっちゃったり。ちょっとうちのセキュリティも漏れちゃったりするので、まあ、ちょっと詳しく知りたい方がいたら個別に言っていただければ、ちょっとこの辺をご紹介したいなと思います。で、まあ、さっき説明したところのままなんですが、コネクト VI サーバーで、V センターにつないで、で、その後、まあ、ゲット CD、ドライブとか、まあ、セットでマウントをさせて、で、その後、まあ、そのまま、この下か。この下で、インボークで、まあ、実行していくと。これを、例えば、500台とか1000台とか、バーっとやって、実際の、ESX の負荷分散とか、ストレージの負荷分散みたいなものは、まあ、タスクスケジュールの方で分散してやってたりとか、結構しています。あとは、まあ、そのまま動いてるな、というだけですかね。はい。あと、実行結果も、これ実行結果、今、スケジュールで実行してますけど、そのまま、SES タスクスでランを叩くと、その場で実行できたりとか、この上か。
実行外科も、インボークで、システムインフォとかを実行したりだとか、あとは、PVM ゲストファイルとかで持ってきたりとか、そういったことも、実際結構やってたりしてですね。はい。そんなざっくりとした説明になります。はい。以上です。